こんにちは、石崎です。2022年、離脱者が続出しているもののオールスターが無事開催されます。もちろんそれぞれのファン投票、選出される理由、投票する理由それぞれでしょう。個人的にはそのシーズンに活躍している選手、これまでの実績より他のシーズンなら出られなかったであろう選手たち、ブレイクした若手だとか、これまでオールスターといった舞台ではなかなか選ばれなかったんですが、今季は一軍でスタメンで多く出て活躍できている選手などに投票しております。もちろんオールスターはファン投票と選手間投票、プラスワン投票や監督推薦などがありますが、今回は直近10年間のオールスター選出、そしてどのチームが一番多くファン投票でオールスター選手を出しているのか調べてみたいなと思います。まあ、監督推薦を入れるとかなり多くの選手になっていますので、今回の球団のランキングはファン投票とプラスワンの人気でランキングを作成していきます。選手間投票に関してはご紹介はしますが、今回のランキングには含めません。まず2012年、オールスターの選出がこちらでした。このシーズンは日本ハムの躍動が非常にすごかったこと、さらに1年目の斎藤佑樹選手がオールスター人気投票ナンバーワンでした。パでは先発、抑え、キャッチャー、ファースト、外野全ポジション、DH が日本ハムで合計8人が選出という当時のメンバーの豪華さを物語ります。背もそうそうたるメンバー、レジェンドが並んでおり、巨人、阪神勢が多かったです。2012年優勝の巨人、そして阪神から多く選出された一方、人気投票では2連覇の中日から誰も選ばれませんでした。そして2013年、このシーズンは田中将大選手がシーズン無敗の圧倒的ピッチング、楽天の快進撃もあったんですが、キャッチャーでは伊藤光選手が選出されたり、前年のハムほどの圧倒的な人数ではありませんでした。パで最多だったのはオリックスでした。一方、セでは15打席連続出塁の日本記録を打ち立てた広瀬選手、日本復帰の西岡選手らが選出。バレンティンとブランコが成績的には際立っており、最終的にバレンティンは60本の日本記録を樹立。この2人がオールスターに選ばれ同じチームでプレーしていたっていうのは本当にすごいことだと思います。で、一方、新人王争いを繰り広げていた小川選手、菅野選手、藤波選手の猛追もありながら、このシーズンも前田健太選手が1位で選出されました。ベテランとなっていた宮本選手がこのシーズンも堂林選手に立ちふさがりますが、2年連続プラスワンの選出が堂林選手というのはやはり大人気だなと感じます。パでは糸井選手が移籍も選出は継続、大谷選手が高卒1年目ながら選出され、陽選手が4位。やはり糸井選手、中田選手、陽選手の人気差は相当だなと感じるところです。そして2014年、このシーズンは背でカープの躍進があったことで多くの選手が選出。最多8人、その他のチームのファン投票で1人ずつしか選ばれなかったことなどもあり、カープファンの熱意、広まっていたカープ女子の影響力の大きさを物語っているかなと思います。サードは堂林選手と川端選手の争い。ファーストはキラ、畠山選手、ゴメス。リリーフではミコライオ、オスンファンがかなり競っていましたが、オールスターを広島がほぼ独占しました。パではこのシーズンオリックスが躍進、最後の最後まで優勝争い、特に投手陣が光っていたこともあり、オリックスがパ投手独占。外野は依然としてこのメンバー、2012年から変わらないという凄さです。シーズンではソフトバンク勢が非常に強力も、前年首位打者の長谷川選手も人気投票で選出されなかったんですよね。また中村拓也選手が2014年はファーストとして8試合しか守っていなかったんですが、ファーストで選出されました。そしてちなみにこの年のホームランダービー優勝者、実は楊大寛選手なんです。ブランコ、バレンティン、柳田選手が出場して楊選手が優勝というのはこの時かなり驚かれたイメージがあります。そして2015年、背では黒田選手の日本復帰、新井貴浩選手のカープ復帰などもあり、2人がほぼ独走。このシーズンの先発の2位と黒田選手に次いでいたのは意外にも高木隼人選手なんです。さらにずっと選ばれ続けていた阿部選手が相澤選手に譲り、セカンドは菊池選手、山田選手時代になっていました。
ただとんでもない成績を残し、最終的にはトリプルスリーというものすごい時代を作った山田選手も、菊池選手には投票数で劣っていました。そして鳥谷選手は依然ショートストップ。ただこのシーズンの躍動は DeNA でしょう。交流戦で大失速も首位だった時期が長かったり、ルーキーの山崎康明選手の大活躍もあり、3人が選出。最終的にはこのシーズン、ヤクルトが競ったシーズンを勝ち切ったんですが、カープ勢の人気はものすごかったと言えるかなと思います。そしてパでは時代が変わり、今に近づいていきます。秋山選手、柳田選手の大ブレイク、松井選手、森選手、大谷選手といった若い選手たちが人気投票で選出。今まで0か1という人数だった西武に浅村選手、秋山選手、森選手といった存在がオールスターに選ばれ始めました。以前中田選手、伊藤選手らが人気でしたが、今の時代に近づいたシーズンでもあるのかなと思います。そして2016年、このシーズン坂本選手が鳥谷選手を超えショートでナンバーワン、そしてセカンド山田選手、外野では筒香選手や投手で菅野選手というところがかなり出てき始めました。1年目の高山選手や前年優勝とレギュラーになっていたヤクルトメンバーが増えたセリーグで、パリーグは圧倒的強さ、時代を作っていたソフトバンク勢が多く選出。そして西武の秋山選手、浅村選手が固まり始め、先発では大谷選手、救援では牧田選手、クローザーでは澤部が突き抜けて1位でした。ファーストはメヒア、内川選手、中田選手が争っていましたが、2016年シーズンは日本ハムの強さ、勢いもあり、大谷選手はもちろんやや不調でしたが、中田選手はかなり票数を集めることができました。特に大谷選手は投手選出ではあるんですが、怪我もあり投げることができず DH として出場。まずこの時点で意味がわからないんですが、ホームランダービーでは優勝と規格外のことを成し遂げてみせました。そして2017年、広島3連覇の真ん中、2017年は鈴木誠也選手という絶対的な存在が出てき始めていたこと、そして阪神の助っ人リリーフマテオ、そして惜しくも2位でしたがドリスが上位に入ってきて、キャッチャーの梅野選手も選出。さらに鳥谷選手がショートからサードコンバートでオールスター選出、そして FA で阪神に移籍した糸井選手が阪神でもオールスターに選出されました。山田選手の不振などもあり、菊池選手が選出されましたが、時代が変わったというよりはセリーグはこの年時代が戻ったというところでもあったかなと思います。そしてパでは内野が全員同じ、ただ外野は上林選手のブレイクでオールスター選出。シーズン的には当初楽天が好調、ただ後半はソフトバンクが独走という形でしたが、前半戦の活躍もあり松井選手がサファテを超える得票数、そしてお化けフォークが話題になりチームを引っ張った千賀選手がオールスター人気投票ナンバーワン。大谷選手が怪我で満足に出られなかったシーズンでもありますが、最終年とも言われていました。実際メジャー挑戦がこのオフになりましたので DH として選出はされましたが、野手で大きな変化はありませんでした。そして2018年、このシーズンは何といっても山賊西武全盛期、野手のほとんどが西武と言えるくらい勢いがあり、外野で柳田選手、吉田選手、サードで松田選手、DH で近藤選手、西武全盛期というか、ある種パの野手全盛期とも言えるかなと思います。で、投手では菊池選手と若手中心でしたが、投手では鉄腕宮西選手、そして移籍1年目の松井選手と経験勢も選出されました。で、一方セでは中日で復活を見せた松坂選手、日本復帰の上原選手と大ベテランが選出。意外なことにここのリリーフに行って鈴木博選手なんですよね。で、30本100打点と大ブレイクの岡本選手が新井選手を僅差で超え選出。このシーズンは広島3連覇の最終年ですが、丸選手が一時離脱、さらにヤクルトも勢いがあり、最終的には2位でしたが、山田選手、日本復帰の青木選手が選出。プラスワン投票では大ベテラン坂口選手と、このシーズン、背はベテラン中心の選出でした。そして2019年、背では当初関東とエースとなっていた大瀬良選手、そして助っ人で圧倒的だったジョンソンが選出。山崎康明選手はもはや圧倒的とも言える人気でしたが、外野では近本選手、内野では村上選手というブレイク選手が選出され、前年とはかなり異なった選出になり始めています。パでは浅村選手の楽天移籍、さらにロッテ移籍のレアードが選出された上で、今宮選手が源田選手を超える得票数。西武連覇のシーズンでしたが、ソフトバンクは怪我人がボロボロ、西武も状態が上がらず、楽天が当初良いスタートなど、シーズンはまだまだ読めない時期でした。
パでは圧倒的とも言えるクローザー松井選手、デセでは山崎選手が安定で、坂本選手、筒香選手、秋山選手、柳田選手、森選手、浅村選手がオールスター常連になっていましたが、このオフには秋山選手、筒香選手の MLB 席が決まりました。またこのシーズンは体調がんから復活を果たした原口選手がオールスター選出、そしてオールスターの舞台でホームランを放つドラマもありました。2020年はコロナにより中止、そして2021年、このシーズンはオリックスの躍進が非常に大きかったんですが、杉本選手、実はファン投票は7位でした。一方、宮城選手は山本選手を超える1位選出、松井選手、源田選手、森選手、山川選手、浅村選手、柳田選手、吉田選手と多くは変わらなかったこと、さらにシーズンは最下位でもあった西武から多く選出はされていますが、21年は山川選手不振、そして浅村選手も上がりきらず、マーティンも終盤に失速など、このメンバーで最後まで打ち続けたという選手はなかなかいませんでした。一方、セでは当初勝ちまくり、優勝争いをしていた阪神から多数選出。特に中野選手が1年目からものすごい活躍を見せ、坂本選手らを超える得票数。そして佐藤選手、近本選手が1、2番人気で鈴木誠也選手を超えたというのは、やはり阪神の人気がものすごいことかなと思います。ただ、大山選手は少し苦しんだこと、そして村上選手がものすごく2位でした。2022年、このシーズンは直前に大量のコロナ離脱が出てしまい、巨人は70人規模、広島は40人規模、ハム、西武では20人規模のクラスターが起きてしまったことで、辞退選手も多く出ています。また、又吉選手や松本選手は長期離脱もあり、辞退など思ったようには言っていません。ただ今年は瀬で湯浅選手、大勢選手、パでは佐々木朗希選手、松川選手、野村選手といった新しいメンバーが選出。逆に独走とほとんど固まっているヤクルトでは投手選出がなし、野手で村上選手、塩見選手というのは少し寂しさも感じますが、離脱者も多く仕方ないところはあるのかなと思います。さらにプラスワン投票では清宮選手が選出。1割台と苦しかった中田選手が選出され、彼がその後しっかり上げてきた中でコロナ陽性というのは寂しいところ、またプラスワン投票で38試合で1割3分2厘の小林選手が選出されたことはかなり言われることもありましたが、彼の人気を物語っているかなと思います。頻打となっているパの中でさらに離脱者も出てしまってはいますが、やはり西武時代から2014年からずっと選ばれ続けている浅村選手や、本当にこういうところで多く出てきた中田選手らの存在は大きいなと感じるところです。全体としてはこんなところ。山川選手、浅村選手、森選手、秋山選手といった長期的なレギュラー、圧倒的な結果を残していただけではなく、多くの試合に出続けられ、もう本当に長期的な離脱がない、これがすごいことかなと思います。こういう選手がいるとオールスター選出の数ってかなり増やせていけるのかなと思います。またかつての日本ハムの中田選手や陽選手、糸井選手の外野陣はものすごかったですし、広島も一時期は独占となっていたり、丸選手、鈴木選手、菊池選手といった安定したレギュラーの存在で多く稼いできました。またソフトバンクも松田選手、今宮選手、柳田選手で大半を占めています。で、全体のファン投票の人数がこちらになります。はい、やはり西武、広島、特に主力選手が長くチームで出続けたという選手が多いチームはこのランキングでかなり上位に上がってきます。まあ、オールスターは他球団ファンも入れることで知名度が非常に大事です。増田直也選手、増田達志選手といったクローザーは圧倒的実績ながら、松井選手に起用は譲っているんですよね。まあ、結果的に出られている選手は多いんですが、ファン投票で選ばれた選手となると、ロッテ、中日はかなり少ないです。逆にかつては西武、広島、日本ハム、ソフトバンクと野手で黄金期的な選手たちがいたチームは大変強いと言えるところなんですが、少し特にパリーグでは時代が変わりつつありますので、これからどう変わっていくかというのは注目したいところかなと思います。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。